せーの、王様ランキング TV ライト。皆さんこんにちは。テレビアニメ王様ランキングにてホクロを演じております山下大輝です。同じくテレビアニメ王様ランキングにてドーマスを演じております江口拓也です。よろしくお願いします。この番組は毎週木曜日24時55分よりフジテレビのいたみな他にて好評放送中のテレビアニメ王様ランキングにて今月放送されたストーリーの中から、出演キャストでもありそして王様ランキングの一ファンでもある我々が、このシーン感動した、もう一度じっくり見てほしいなどいろいろな視点で、振り返っていきたいと思います。はい、はい、ここからなんですけれども、はい、申し訳ないんですけれども、はい、ネタバレの方を含みます、はい、ネタバレ含みますのでね、もうスーパー語っていきますんで、はい、まだね本編見てないよって方はぜひ本編ご覧になってから、うん、ぜひこの番組見ていただけると幸いでございます、はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、なんと年の瀬ですって。あら、もうあっという間ですね。そんな話ですか。そんな話ですよ。もう年の瀬ですか。あっという間ですね。始まったらあっという間ですね。始まったらもうそうですよ、うん、もうゴール見えちゃってますね。いやいやいや、でもね、いやもうワンクール後半ですね、うん、王様ランキング的にはね、うん、いや盛り上がってきたなって感じするんですけれども、はい、うん、ぼっちも成長して、いやこの成長がねやっぱいいですよね。いやたまらんですよね、なんだかやっぱなんか僕らの子供みたいな感じになってきますよね。ぼっちの見方が、確かにね、頑張れぼっちってどんどん思ってきますよね、うん、いや今後どうなっていくかぜひね見ていただきたいなって思うんですけれども、今回はですね、うん、今月放送された8話から11話の出来事を振り返っていきたいと思います、はい、こちらです、うん、今月放送された8話夢の生贄、うん、第9話王妃と盾、うん、第10話王子の剣、うん、第11話兄と弟、うわ、この4話を振り返っていきたいんですけれども、はいはいはい、まあ、11話までの中で、うん、まあ、印象深かったシーン多々あると思うんですけれども、うん、今回は、はい、すぐ一押しシーンいっちゃいますか。一押しいっちゃいますか。そっからたくさん話していきましょうよ。はい、わかりました。ではではでは、準備はいいですか。はい、ではでは僕らの一押しシーン、はい、せーの、はい。でもなんかわかる。わかるでしょ。なんか3度目になるとわかるっていう、はい、なんとなくあそこかななんて。そうですね、慣れって怖いななんて思います。じゃあ改めてちょっと説明していただいてもいいですか。はい、ホクロを助けに行くドーマスですね。はい、はい、いやもうここはねやっぱりこうなんか後悔とかねドーマスの中でもいろいろとありましたけれども、ね、うじうじしてたんですよ、はい、だからなんならもうねずっと暗かったんですけれども、すごい人間らしかった。やっぱりここからね、はい、またなんかこう一つ、うん、なんか心に火が灯された瞬間というか、なんか全てをこう投げ捨ててでもこうなんか行くぞっていうところが、やっぱりなんかこうドーマスの変化みたいなものをすごく感じたし、ここでなんかすごい自分の中でも心の切り替えというか、ようやく何かから解放された感じの、うん、やっぱ気持ちにはなったので。なるほどなるほど、演じていて、うん、切り替えというか、うん、その初期の頃のドーマスとだいぶ印象が多分変わると思うんですよ、うん、皆さんも見ててそう思うんですけど、うん、演じててその切り替えというか、うんうん、っていうところとかってなんかこう意識されたりとかしました。やっぱり最初の頃はそのなんか正しくあらなきゃいけないとか、ドーマスの中でやっぱ四天王としての、うん、まあ立場っていうのもあるし、だからその立場っていうものをやっぱりすごく意識してて、まあ、ある意味大人に振る舞おうじゃないですけれどもね、うん、なんかこうあるべきみたいなものがやっぱ強かったイメージなんですけども、やっぱりここからどんどん人間臭くなってくるというか、はいはいはい、等身大のドーマスってこういう感じなんだみたいな、うんうんうん、ところをやっぱり
できるようになったので、うん、どん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 演じやすくなってきた。ああ、なるほどなるほどなるほど、うん、感じはありますね。そっか、しきたりだったりとか決まり事みたいなところに結構がんじがらめなね、うんうん、ところとかがあったけれども、うんうん、いろんな人と出会いいろんな経験をして、うん、そこからこうなんだろう皮を破ったみたいなところがね、うん、あったりなんかしましたよね。なんかドーマスを見ているとそのなんか泥臭さみたいなところがすごく感じられて、うんうん、見ててもドーマスの成長もすごいななんて、うんうん、ぼっちともこうまた違う成長の仕方といいますか、うん、っていうところをすごい感じましたね。感じましたね。いやすごい、なんかちょっと天然なところもあったりしてね。そうそうそう、意外とね、意外と あらドーマスさんってそういうお方だったのみたいなっていうところもねありますよね。可愛らしい部分とかもね、うん、出てきたりなんかして、うんうんうん、なんかより一層キャラクターのねなんか良さ魅力みたいなところが感じられるような、うん、はい、かねシーンでしたね。シーンでしたね。なんかこの後の一緒になんかおーって言って走り出すシーン僕好きで、うん、切り替えてね、切り替えて、うん、あなんかこれ部活みたいな、ちょっとなんかちょっとなんだろうな、うん、可愛らしい2人のその掛け合いみたいなところが僕としてはなんだか演じて楽しかったななんて、うん、2人でしか分からないようなその熱みたいなところとかを共有し合える2人みたいなところが、ね、楽しいななんて思いましたね、はい、そして僕はヒリング様のシーン全てです、もうこれいよいよ喋れるかと、はい、ヒリング様、ヒリング様めちゃくちゃいい人やん。最高ですよねそうそうなんですよ、はい、もうここまで見てくれたらわかるでしょもう今までずっとヒリング様って、はい、結構こう冷たい描写だったりとかが、うん、多分最初の印象としては大きくあったと思うんですよ、うん、1話2話なんて特に、はい、うん、あったね。この人しかも影からの印象最悪ですからね本当に、うん、ここじゃ言えないぐらいのこと言ってましたけどひどい言われようでしたけれども、ひどい言われようでしたけれども、うん、いやすごくこう不器用で何よりも愛情深いお方なんだというところがですね、この11話までにすごくこう描かれてきていたと思うんですよね、うんうん、それは家族に限らず、うん、いろんな人にもやっぱ愛情があるからこそちょっと厳しく接してたりとかっていうところがあったりして、もう本当になんだろう、こう漫画を読んでいた時もなんてすごい素敵な魅力あふれるお方なんだって思ってたんですけども、これがセリフ化された時ってすごく難しいんだろうなと思って、そうね、やっぱ冷たいツンツンツンの中に愛情を込めなければいけないっていうところの非常に難しい塩梅のお芝居をしなければいけないところをさすがだなと、サトリナさん最強だな僕は思います。好きになっちゃうもんね、もう。いやもう思いますね、うん、いや特に後半の、うん、なんだろう、肝の座り方、もともと肝の座った方だと思うんですけれども、うん、特にそのいろいろこう決めなければいけないその瞬発力だったりとか、うん、覚悟なんかなんだろうな、決めなければいけないところをすごくこう、うん、なんだろう、さすがボス様のっていうところとかも、うん、いやそこでなんとなくこう理解するよね、うんうん、っていうところの、ああなるほどなっていうところも、うん、がつながるシーンがたくさんあったと思うんですけれども、うん、特にやっぱり感じられるのが、まあ、ダイダだったりとかボス、うん、あのボッチだったりとかとの掛け合いだったりとかもするんですけど、うん、あの僕的にあのドルーシとのあの何とも言えないその絆みたいなところとかも好きで、はいはいはい、その側近にすごくこう信頼を置くのって勇気がいる行動なんと思うんですよね。確かにやっぱ国ってなるとね、そうそうそう、やっぱ裏切りとかさ、そういろんなものがある中で、ある中で、うん、あんなに純粋に信じられたら守りたくなるようなみたいなっていうところとかもあって、こんなに素敵な人を見たことないぐらい魅力が詰まっているヒリング様はマジでもう一回一から見てほしいなと思って、うん、あそうね、だからここまで見たからこそ1話のヒリング様のその冷たさも理解できるというか、うんうん、そうしなければいけないっていうところとかの厳しさだったりとかもあるんだなって、愛情の裏返しみたいなところとかがすごくこううまく表現されているので、改めてまとめてみてほしいなって思う、うん、ヒリング様の魅力をぜひ
よろしくお願いします。これからもうね、登ることしかしないからね、もうヒリク様。登ることしかしない。あの能力すごくねみたいな。いやー本当に、いやそのヒリングがやっぱりそのね、治癒能力っていうね、回復能力っていうところがまた生かすよ。生かすんすよね。しかも、うん、辛いんですよでも。うん。すごいいつも歯食いしばってグギギ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 それをもう関係ないと、この子を助けたいっていうところからのもう全然もう、はあ、たまらんですね。いいと思いますとても、はい、っていうところもあって、ヒリング様はその過去回想とかでもいろんなヒリング様が見られるんで、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、手話をね一生懸命で、あもうダメだそうね、止まらなかった。手話を一生懸命習う姿とかも超いいなと思って。いやいいよね、なんとか仲良くなる方法みたいなね。そう、あのけなげさ、努力がすごいんですよ。そうね、努力の人かもしれないね。元気ですよっつって持ってったりとかして、うん、いいですね、うん、はい。そんなヒリング様、はい、ぜひ見てください、はい、たくさん見てください、感じてください。もう完全にヒリング様ガチ勢になってるもん、ね、いやもうほんとなっちゃうんですよね。さらに拍車をかけてブーストされちゃって、うん、たまらないです。どうぞよろしくお願いします。あのですね、はい、お知らせがございますよ。え、なんとテレビアニメ王様ランキングの一挙配信が決定いたしました。やった、またか。またです。え、しかもですね、はい、こちらマジすごいっすよ。え、王様ランキング第一クール一気に振り返り、マジでです。やっちゃうの。やっちゃいますよ。どうやって過ごそうかなってさ。そうなんですよ、いつも思うじゃん。いつも思います。時間超ありますからね、うん、時間しかないからね。そうですね。ありがたいよねこういうのがあるとね。本当にそう、うん、しかもこういう時期って、うん、なんか家族とかで一緒に見られるチャンスなんじゃないですか。確かに、なんか家で回ったりとか、ここタツなんかに入りながら美味しいものなんか食べながらだったりとか。確かにな、家族で見てもいいね。なんかいろいろ話すきっかけにもなりそうだし。なりそうですよね、うん、本当にコミュニケーションの、ね、ツールとしてもいいんじゃないですかね。かすごく、うん、ぼっちかわいいななんて、うん、すごく愛情深い作品だと思うので、そういった意味ではぜひね、あったかくしながら、うん、一挙配信見ていただければと思います、うん、その配信の詳細はですね、公式サイト、ツイッターでご確認ください。よろしくお願いいたします。そしてテレビアニメ王様ランキングはフジテレビノイタミナ他にて毎週木曜日24時55分から好評放送中です。そして Amazon プライムビデオでは見放題独占配信中です、うん、さて、はい、王様ランキングの第一クール、まあ、僕たち二人で振り返ってきましたけれども、はい、うん、いやいいですね。なんていうか、王様ランキングの、はい、何度でも見れる感は異常。ほんまそう、まあ、なんか何度も何度も何回見てもね。漫画もさ、やっぱりこう、ね、噛めば噛むほどじゃないですけれども、はい、ここまで読んだらまた頭に戻って、はい、また読み返してっていうのが、うん、やっぱずっと楽しめるし、アニメもやっぱそうだね。そうですよ、ね、あと俺は一体このあと何回見るんだって。王様ランキング、いやでもそれぐらいすごい作品ですよね、うん、何度見てもなんか新しい発見だったりとか、うん、なんだろう、新しい感動がある作品ですよね、うん、なんか改めて見ても、うん、癖になるよ、うん、癖になる。そんなに面白い作品なんでね、ぜひ皆さんにも見ていただきたいですし、うん、なんか時間足りないなって僕は思いました。正直なんかまたね、なんかこう、うん、見ながら喋ったりなんか、ああいいね、ねえ、なんかほやほやのなんかこの熱量感みたいなのとかも話せるんじゃないかななんて確かに思っちゃいますし、うんうんうん、なんか王様ランキングでなんだろう、またいろんな話をしたいななんて思います、うん、この12話の中でも、うん、本当に多分触れてない魅力的なシーンって山ほどあって、うん、その話なんかも正直したいんですけれども、うん、時間が許してくれないので、うん、そうですね。そうなんですよ、ライトですからね、ライトなんでね。そうなんですよ、ね、TV ライトなんで、もう1話ずつ話す。そう、ライトなんて言ってられない。ヘビーに変えたいぐらい。ヘビーよ、ヘビーに変えたい。ライトじゃない、ヘビーに今度から変えたいぐらいなんですけれども。一晩中語りたいぐらい、それだけの本当に魅力がある、詰まっている作品なので、
うん、ぜひ皆さんの中でもね、うん、そういった意味でも僕らの視点の魅力、はい、でも皆さんならではの視点の魅力みたいなものも王様ランキングが見つかると思いますので、うん、ぜひ何度も何度もご覧いただいて、思い出にしていただけたら嬉しいなと思います、うん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでですね、僕たち2人で番組をお届けするのは今回で最後になる、はい、そうです、はい、また来年2クール目放送いたしましたら、うん、別の形で王様ランキング掘り下げていきたいと思います、はい、なので名残惜しいですけれども、はい、お別れでございます。はい、はい、全然喋り足りてないじゃん。本当かって思ってますえっつって終わったぞっつって今ねちょっとね見てたんですよ、はい、こうやって、はいはい、他の出演キャストはまあ話したいですよ、はい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 、そこに僕らはいるのかっていうまあそれはそれでね、なんか見るのも楽しそうだなとは思うけど。そうなんですよ。でもそこにいたいななんてそういうすぐいたがるじゃんだってしゃべりすぐそこにいたがるじゃん。喋りたいんだもんみんなで一緒に喋りたいんだもんっていうのも あるんですけれども、うん、ぜひねまたねそういう機会がございましたら、うん、ぜひ一緒に王様ランキング語り合いたいなってそんな風に思いました、はい、なので名残惜しいですけれども本当にお別れでございます、はい、改めてここまでのお相手はほくろ役の山下大輝とドーマス役の江口拓也でした。それではバイバイ、バイバイ、良いお年を。あ、良いお年を